ミニバイクを作ろう企画第19回。今回はウインカー、ちょっと短いですけどウインカーだけを作ります。でこれ今回トレースするだけなんですけど、 TZM50 のウインカーです。なんでこの TZM50 のウインカーを使おうということになったかというと、まず今 SB6 をイメージしたミニバイクを制作してますけども、まあ、SB6 純正にはイメージが近いです、まあ、同じぐらいの年代なんで、まあ、非常に近いっていうところがあるので、こいつ使うと思ってます。これちょっとバラして寸法を取っていこうかなと思ってたんですが、ちょっとマイナスドライバーでここですね、この穴にこうマイナス突っ込んで指で入れてきた。でポコッと外れます。外しました。でなんかこんな感じですね。ヤマハの TZM タイプのこのウインカーに関してはここの爪で、中ちょっと見えにくいですけど、この引っかかり爪ですね、爪同士が緩合してパコッとはまるタイプになってます。交換の時はマイナスドライバーで外すタイプですね。ホンダとかはネジで止まってるタイプ多いですけど、ヤマハは TZM タイプははまってるだけと。こっちでいいと思うんですけどね、この外れへんからね。簡単にちょっと法律を調べましたけど、ウインカーの色ですね、橙色であることが条件です。これ日本の法律なんですけど、多分世界大体共通ちゃうかなと思います。ウインカーの色は橙色、毎分60回以上120回以下の一定周期で点滅すること。だから変にハイフラ、ピチカ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 ってハイフラになったりとかもダメですし、あんまり緩慢にチッカチッカと点滅してもダメだということ。原付に関してはウインカーとウインカーの間の距離もうこれちょっと細かく規定されてまして、リア、今回今リアの場合150mm、 15cm ですね、 15cm の間以上開けてくださいという決まりがあります。ちなみにこれフロントになると30cm ですね、もうちょっと広い 30cm 以上ウインカー間を離してくださいという法律があります。モデルを作っていきます。よろしくお願いします。
はい、モデル完成しました。でちょっと別の部品も先に作ってるものも含めてあのアセンブリーしときました。玉ですね、電球に関しては今回書いてないです。で、まあ、純粋に右と左のこの辺りですね、ウインカー結構リアルにできたんと違いますかね。割とミバーが本物っぽく見えます。まあ、次回このテールランプとかフェンダーだとかをお伝えしていきたいと思います。では今回はここまでです。どうもありがとうございます。